はい、皆さんこんにちは。ペナントレースも、残り1ヶ月くらいとなってきましたね。そして9月の9は合コンが控えてるんで、ちょっと楽しみに行きましょう。今日はフリーなんで、ラジコンっすね。ラジコンでちょっとお金稼いで、合コンでお金をちらつかせましょう。今日は風がない。よーし、ラジコン飛行機大会。こんにちは。オッケー。んー、さすが超うまい。よし、これもいけるんじゃねえの。1さあどうだ。あー、2位か。優勝って相当厳しいな。でも100万円。なんかもう100万円くらいだとえみたいな。ちょっとじゃんっていう感じがしますけどね。なんて贅沢マンになってしまったんだ。というわけで西武戦に行きましょう。あー、マジック14か。そうか。あー、雨が降ってる。 QVC マリンフィールドです。千葉ロッテマリーンズ対マリーンズ。この回の攻撃はラストバッターから始まります。あー、これはサークルチェンジストライクですね。第2球、これはボール。ストレートはボール。カウント1ボール1ストライク。第3球を、あー、打ちづらい。低めストライク。バッター追い込まれました。次は4球目。投げた。これは強烈。一塁へ送る。正面でしたね。うわ、3点取られた。シーズン最多2塁打まであと4本としています。第9投げた。これはボール。第2球。これもボールですね。カウントは2ボールノーストライク。第3球を投げました。あ、これ抜けるか。あー、抜けましたね。とりあえずヒット。先発の野上、6回2失点の好投でマウンドを降りました。サファというか、ここでマウンドに上がったのはサファ。今日2番手としてマウンドに上がります。147キロで曲がってくるのか。早いな。投げました。際どい。ここはよく選びました。カウントは2ボールノーストライク。これはどうだ。あー、取られる。あー、取られた。これでワンアウト、ランナーは。お、4点取った。これはボールですね。ライオンズにも増田っているんだ。字が違うけど。これもボールですね。なんかフォアボールになりそうだな。わずかに外。カウントは3。ああ。打って出た。渡辺ボールを掴んだ。アウト。3アウトチェンジ。8回までが終了しました。おお、見事逆転。2点差で逃げ切りました。増田さん、好リリーフ。あ、うち8勝目。うち結構勝ってるな。意外に。あ、根本8回。5号ってことは満塁ホームラン打ったのか。8回でしょ。そうっすよね、ヒット4本ですもんね。満塁かどうかちょっと分かんないですけど。あー、自分4の1か。よし、昼が西武戦ですね。じゃあそのまま行きましょう。なるせ、相変わらず調子は良くない。あ、今日は晴れましたね。マリンフィールドです。千葉ロッテマリーンズ対。よし、2点取ってたぞ。シーズン最多2塁打まで。そして根本が塁に出てる。これはちょっと、うわー、際どい。第2球投げた。あ、しまった。打ちました。塁を進めただけだ。取った。そのままベースに入って2アウト。第9。あー、ちょっと打ちづらいな、やっぱり。肩越しにランナー見た。これはボールですね。
第3球を投げた。これもボールか。カウンター2ボール1ストライクです。投げた。よし、行った。オッケー、入った入った、ホームラン。成瀬さんやりました。ツーランホームラン。25号、30号までいけるかな。現在の打率は3割2分1厘。左ピッチャーに変わってんな。149か、早いな。やっぱり第2球投げた、打った、ピッチャー返し。よし、ライナー破っていった。ヒットを放ちました。これでこれも勝ちは安泰ですね。最多二塁打まであと4本としています。第9、二塁打がなかなかでも打てないですね。胸元際どいところ、第2球、あー、上げてしまったか。熊代落下点に入った、センター飛びました。これで2アウト。うわ、一気に最後取られた。誰だ、増田さん出たのか、そうすも成瀬が打たれたのか。さあ本日のヒーローは2名、まもなくインタビュー。あー、増田セーブ37セーブになってますから、最後9回に4点取られてたのかよどういうことっすか増田さんちょっとあ、ブラジルさん打ってんな。あー、角中さんも打ってますね。あー、増田さんがちょっと気になる、どういう投球をしたのか。まあいいや、よし、オッケー。あ、セリーグ決まりましたね。ジャイアンツ早い。こっちはまだマジック2桁なのに。じゃあお出かけ、夜のラジコに行きましょう。あー、そこそこ強い風。まあ行きましょう、行けるはずです。 OK、 よしよし。まあ風が強くても今のところ全然大丈夫ですね。むしろ風が強い分相手もなかなか飛ばしづらかったんじゃないかな。2位てか1位のやつすげえな、マジ手強い強敵だ。あ、レベルが最大になった。あ、一応やっぱ増えてたんだ、メーターが上がった分だけ。ちょっと見てみましょう、プロフィールだっけ。あー、でも A で一応満タンになっただけか。ふんふんふん。あ、ファンの人数が 21,287 人いますね。多いんだか少ないんだか、まあ、少なくはないと思いますけど。じゃ寝ます。もう全然練習してねえなこいつなんだなんだ、あ、そっか、合コンか、楽しみだなこれなんかでもこんな格好で行くの一応まあ野球選手だよっていうマリーンズの帽子をかぶって、下はちょっとスーツっぽいっすねそんな格好でいいんすかお前ら大丈夫か、はじめまして。お、なかなかレベルが高いじゃないか。なんか自分んって顔してますね。いまいち奥井の基準はわからない。あ、そうなのおー、奥井さんさすがっす。で、お会計4万になります。お、安い安い、超安い。じゃあ私たちはいくらだろう。いや、お嬢さん方、ここはオイラに払わせてください割り勘な、まあ別にいいよ知り合えなかったの結局誰とも。もうなんだよ奥井っていうか自分かまあいいや、今は女の子よりラジコンっすからね。ラジコンヘリ欲しいな。そこそこ強い風なの問題ない。こんにちは、 OK。 おお、まあ2位は硬いですからね。あとは優勝できるかどうかの問題ですね。出て、また2位か。わあ、1400万っすよもうお金、すげえあ、楽天戦だ。
よし、ゴー。 QBC マリンフィールドです。千葉ロッテマリーンズ対千葉ロッテ。ああ、早速1点取られたか。現在の打率は3割2分2厘。ハウザー第1球投げました。見送ってボール。第2球投げました。打って、これはレフトの当たり。これは取られるか。レフトセクッと打球が上がってきますが、取りました。これで2アウト。あ、根本が出てる。第1球投げました。あ、決まって入ってきたか。初球まずは入れてきました。第2球投げました。これは、おー、ボールですね。カウントは1ボール1ストライクです。第3球は初球高めボール。カウントは2ボール1ストライク。投球これから4球目。打ちました。上がってしまったな。掴みました。ボールは中継。これで2。よしよしよし。シーズン最多二塁打まであと4。井口さん、まずは二塁牽制。タッチはセーフ。二塁はセーフ。セカンドランナーちらってみた。投げました。速球高めボール。投げた。このツーシームも打ちにくいっすよね。ちょこっとずれる。第3球を投げた。膝元。ツーシームは外れてボール。膝元際どいところ。カウントは2ボール1ストライク。あー、カットボール。ちょこちょこずれるボールだな、こいつは。第5球投げた。ボール。カウントは3ボール。さあ、どうする。第6球を投げた。あー、ちょっと勢いがない。レフトへのフライになった。取りました。まあ、井口はちょっと走れませんよね。第9投げた。ストレートはボール。まあ、まずは高め。ボール球。第2球。あー、しまった。今日はノーヒット。マウンド前方掴みました。マリーズ。うわー、マジか。絶対最後増田さんだよ、9回取られたの。第9投げた。ちょっとなんとかしないとな。投げました。ストレートはもうアウトコース高め。カウントは2ボールノーストライクです。投げました。うん、フォアボールになりそうだな。ただ打っときたいな。カウントは3ボール投げました。これはちょっと見ます。カーブ曲がるな。第5球投げました。あー、しまった。ゲッツーになる。最悪だ。引き分けか。この9回に2点取られたの絶対増田さんっぽくないですか。楽天だし。対楽天戦。まあいいや。なんか見れるかな。こっちか。成績を見る。9回ってどうやって見るんだ。増田さん、これはなんだ。ちょっとよくわかんねえな。違う。楽天のあれを見ればいいのか。今増田さん出てましたよね。いや、ちょっとこれ見方が分かんねえな。あ、9回。こっから9回ってことか。アンダーアンダーアンダーでアンダー。あー、そうっすね。2点取られてますね。ちょっとまあ画面だけ見てる方々はちょっとよく分かんなかったかもしれないですけど、多分増田さんは打たれただろうっていう。うわー、俺5の0だ。うわ、めっちゃ調子が下がった。ただまだ絶好調は維持してんな。ホームランランキング、あ、バレンティン46本か。すげえ。ルナ、あ、ルナ4割あったのに3割8分7厘になってます。ただすげえな。あ、バレンティン119点。なるほど。あ、13勝か、1位で。なるほどね。西村ってどこのチームだ。ちょっとセリーグは本当に分かんない。よし、ここでラジコン。まあまあの風か。いけますね。
よーし、行くぜ。オッケー。うん、よーし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 、これ超いいんじゃない？佐渡だ。あー、厳しい。なんで？なんでだよ。むしろなんで優勝できたんだ、あの時。東北だから。千葉はレベルが高いのかな。さあ、そして楽天戦ですね。あ、マジックが9になってましたね、今。あー、唐川 VS マー君か。QVC マリンフィールドです。千葉ロッテマリーンズ対シーズン最多2塁打まであと4本としています。よし、プラテルさんが塁に出てる。あー、しまった、抜けるか。よし、抜けた抜けた。危ない危ない。頼む、次の人。あー、抑えられたか。これからマリーンズの攻撃に入ります。第9、これはボールか。投げました、ボール。第2球投げた。どうだ。センター交代。センターへ上がった。おお、危ない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 。二塁まで行ける。あー、行けないのか。やっぱちょっと足の遅さがここで。シーズン最多二塁打まであと4本としています。第9投げた、ボール。わずかに外れました。第2球投げた。これはどうだ。打球はセンターへ。足が遅いのか。いけないな。あ、取られた。また2点取られた。絶対増田さんだよ、さっきの。ふざけんなよ、マジで。投球これから2球目。内角ボール。内角外れて2ボール。第3球を投げた。よし、これはオッケー。さよなら。あ、マスって書いてあった。マスって見えませんでした、今。マスさん、ちょっと勘弁してくださいよ。よーし。おー、ヒーローっすね。イエーイ。あー、増田さん勝利投手になってますね、自分のおかげで。ほら、9回に2点取られてるもん。もうちょっと勘弁してほしいっすよ。よし、でもまあよかったですね。さよならホームラン。打撃ホームランランキング39本、アブレイユ。中田は38本か。あー、自分4位ですね。あー、打率は結構いけそうだな、このまま打っていけば。あ、井口さんもすげえ、やっぱり。あー、97点。打点はなんかついてますね、なんか知んないですけど。投手、あ、成瀬15勝、1位だ。マー君14勝か。あ、金子もやっぱ13勝。ここら辺はすげえっすね。で、吉川ディクソン。吉川もなんかちょこちょこ名前出てた気がするな、ゲーム内で。あー、田中の防御率はすごい、 1.41。 金子もすごい。成瀬やっぱね、ちょっと取られますね。セーブは、あー、37で増田さん。増田さん最近ちょっと打たれてますけど、まあ楽天ですからしょうがないっすね。よし、はい、というわけで、今回はちょっと増田劇場がちょっとメインを張ったような気はしますけれども、まあ、まだあと1戦楽天がありますね。ちょっと増田さん本当に勘弁してほしいっす。ということで、今回はこれで終了したいと思います。